卵から始まり、ベビッチ、マルッチ。まあ、ここまで楽勝で来れんじゃん。で、タマッチにして、口タマッチとタマッチに分かれて、口タマッチからだとマスクッチにならないんだよな。となってくると、親父っちにもならないと。だから、タマッチにして、マスクッチにしなければならないと。で、マスクッチから、親父っちにするような育て方をすると、海外版のタマゴッチでは、サムになるからね。子供の頃作れなかったような気がする。サブまでね、育てられなかった記憶があるんだよね。ゲームボーイではできたんかな確か。ゲームボーイバージョンでもサブ出たじゃん。で、それでサブをね、出せた記憶はあるんだよな。確か。でもね、たまごっちではね、できなかった。超懐かないこの箱とか、当時の、そのまんまのやつね、ゲットできたんだよね、たまごっち。当時の英語版、海外版の、たまごっち。この商品は海外で発売されているものを逆輸入したものですみたいな。あれがなんつうの、トランスフォーマーみたいな感じかな。これは紫とピンクかな。ピンクと、ま、色はね、なんでもよかったんだけど、とりあえずちゃんと動いてくれれば、早速出して、スッポリス、コロリスを早速出しまして、これも動くはずだから、動作確認、すごい、英語の説明書もついてるね。イングリッシュの、説明書もついておりまして、で、日本語の説明書ももちろんついておりまするということで、ミカチュウとバンゾウ博士がお決まりのね、研究レポートということで、で、これがね、なかなかマスクッチにするまでもちょっとでもマスクッチまではいけると思うんだよね。何回も子供の頃できてた記憶があるから。で、だからそっから親父っちがなんかね、意外に難かった記憶あるの、親父っちで。海外版のやつでね、サムにできなかったんだよな、確かな。あ、こう、卵落ち成長図が出てるね。この後もあるよ、みたいな。こういうのが楽しいよね。アダルトで終わりじゃなくて、次がありますよ、と。あとは電池の交換の仕方とか、いろいろ書いてあるんだけど、ま、操作の方法はね、ま、覚えてるから、とりあえず出して、わー、すげえ、やってみるか。絶縁シート、あ、待って、絶縁シート入ってるけど、これ中古のはずなんだよね。俺これ新品なんかな？いや、だって、動作確認済みって書いてあったような気がする。これ新品じゃないよね。ただつけてるだけだと思うのだが、ほら。多分電池入ってないから、電池はね、ちゃんとね、買ってあるからね、ここに。電池。電池はちゃんとね、あるから、ここに。電池買ってきたから、まずは電池を入れて、うわー、これね、やべえなー。案の定ね、ほら、液漏れですよ。液漏れちゃんですよ、お決まりの。前の恐竜のやつも液漏れしてたもんな。これ、ほら。あー、でも大丈夫そうだな。そこまで汚くはなって、恐竜ほどは汚くなってないから、めっちゃ液漏れしてたけど、電池入れたら、つくかもしれんな。でも、動作確認済みって書いてあったような気がするんだけど、動作確認済みって書いてる。今調べたんだけどさ、動作確認済みって書いてるよ。確認済みなのに、こんな汚い電池入れて送ってきやがったわ。おい、マジかよ！これちゃんとつく、動作確認済みならさ、電池これ入ってたんだったら、こんな汚い電池入れとかねえよな。生き盛りしまくってる。しかも、絶縁シート、取った瞬間に入るだろ。電源。起動するだろ。やべえ、やられたかもしんない。もしかしたら、待って。電源がつくかつかないかの戦いになってんだけど、まず。おい、ふざけ。動作確認済みって書いて、いや、でも書いてたかもね。しかしながらさ、大丈夫だろ。今そういうことしたらとんでもないことになるっていうさ、ね。わかってるはずだからさ、そんなことせんだろ。この綺麗な電池入れたら多分、でも古い電池入れ直すか。基本的に。でも絶縁シートついてなかったらわかるんだけどさ、絶縁シートがついてたから、入れたんかな、スッて入んのかな絶対シートって。でも液漏れしまくってたから、でもそこまで基板つうかこっちは汚れてないから、多分ね、本当に動作確認したのかもしれない。で、機体電池わざわざ入れ直したっていうパーティー、音が鳴ったぞ。で、ちょっと待って、ネジをね、ちょっとしっかり締めよう。音が入ったな、電源。よかったー。ついた。まあ、動作確認済みって書いてたからね。でもなんでこの液漏れしてる電池入ってんだろう。
これ入れといたら壊れるだろう。で、ネジもう一個ね、ちゃんとね、つけてね。いやー、よかったよかった。とりあえずね、ピーってなったから、多分大丈夫。ついてると思う画面。もうね、ほら。オッケー。ついた。あとは、ちゃんと生まれるかどうかでね、操作できるかどうか、なのだが、よし、とりあえずね、ちゃんと、ネジ止めも終わって、どう？おー！時計設定しなきゃね。今、PM の夜の7時ぐらい。中に PM にしなきゃいけない。7時、もう、何分くらいだろうな、今。7時ね、13分、14になった瞬間に、OK! はい。これで、生まれるから。たまごっちって英語でもたまごっちっていうのが面白いよね。チャマゴッチ。エッグクリーチャーとかでもいいの気がするけど。チャマゴッチ is a tiny pet from cyberspace who needs your love to survive and grow. If you take care of your Tamagotchi pet,It will slowly grow bigger, healthier, and more beautiful every day. But if you neglect your little cyber creature, your Tamagotchi may grow up to be mean or ugly. How old will your Tamagotchi be when it returns to its home planet? マスクッチになんか色ついてるのがすごいあれだね。お！ここにマスクッチ青いのがいるっていう。生まれたぞ！うわ、これぞタマゴッチだよ、やっぱ。ほら。これがと、あ、間違った。真ん中のボタンを押すと時計に行っちゃうのね。で、今これベビーッチね。生まれたばっかりのベビーッチ。メール。スナック。すげえ。もちろん英語になってるね。あ、パンだね。パン。やっぱり海外バージョンだからパンかな。パンが主食。やはり。主食はパン。あ、もういらない。で、スナックもなんだろう。スナック。キャンディっぽいやつが。落ちてきたな、うん。で、こっちキャンセルかな。あ、こっちキャンセルか。うわー、いいね、このシンプルさが。たまごっちですわ。で、ライトでしょ。ライトとか、オン、オフ。で、これがプレイ。はっ。あ、いいのか。あっち向いてこい。てれっ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 て、もう一回見。よし。あー、やっぱこれだわ。これがたまごっちだわ。今、たまごっちスマートっていうやつやってるんだけどさ、やっぱね、こっちが、あれ、キャンセルになっちゃった。あ、違う、関係ない。あっち向いてこいじゃなくて、ボタン押した時に止まる。あ、そうか、いいんだよね。ほらほら。こっちが左でこっちが右だわ。そういうことね。誤解勝負かな。ちょっと待って待って。難しい。ほら！さあ。なんで？ああ、でもこういう単純な遊びはいいね。そう！ 4 対1で、向こうの勝ち。勝たせてあげなきゃダメなのね。そうだよ、そういうことだよね。OKOKOK。いや、もういいよ。あ、待って。で、ここでキャンセルだから、ここ。ああ、そういうことね。で、これを、マスクッチまで、育てていくということで。まずはベビーッチね。0歳。ということで。discipline, hungry, happy. ということで、全部英語になってたね。すげえ。面白いな。あ、これなんだっけこれ。このマーク。これなんだ。あ、しつけだ。ごめん、間違えた。しつけ思い出した、思い出した。ということで、とりあえずね、このままサムッチに行けるまで、頑張って育てていこうと思う。とりあえずマスクッチになれるかどうかだからな、マスクッチ。そこが重要だよな。マスクッチに行けるか、そこにかかっている。おそらくマスクまで行ければ、行けると思うんだ、サメ。マスクまで行ければ、だいたい親父っちにできてたはずだから、うん。サメまで行けると思うんだけど、マスクまでとりあえず突っ走っていかないとな。いやー、久しぶりマスクッチ見るな。めっちゃテンション上がるわ。マスクッチ早く見たい。